皆さん、こんにちは。ボートレーサーが急遽欠場したという事態に出会った経験はあるでしょうか。ボートレースにおける欠場は、シリーズが始まって番組が決まった後に欠場となる場合や、シリーズが始まる前から出場自体がなくなる場合、またはシリーズ中のレースによる怪我や事故などで帰郷して次以降のレースを欠場するなどの場合もあります。シリーズが始まる前から欠場となる理由は、レース以外での怪我や体調不良などに加えて家庭の都合、いわゆる家事都合や原因不明の欠場なども存在します。その中でも稀にあるのが全県不合格という理由です。今回は直近出場予定だったシリーズで全県不合格となり欠場のお知らせが発表された篠崎仁選手についてご紹介したいと思います。篠崎仁選手は1987年12月3日生まれ、福岡県出身で福岡支部に所属している。登録番号4477、101期のトップボートレーサーです。2024年9月現在 A1 級に所属しており、長年 SG や G1 といった大会には常連の帝海を代表するトップレーサーの一人です。兄には同じボートレーサーの篠崎元志選手を持ち、兄弟揃って A1 級のトップレーサーであることから篠崎兄弟と呼ばれ、兄弟で帝海を牽引しています。篠崎仁選手は中学時代は亀田三兄弟に憧れてボクシングにハマって打ち込んでいたといいます。その後、兄と同じ工業高校に進学し、兄の背中を追うように16歳の時にボートレーサー養成所に入所しています。ボートレーサーになろうと思ったきっかけについては、高収入だからという理由を本人が語っています。篠崎仁選手が小学生の時に父親が病気になり、母親の稼ぎだけで篠崎家の家庭が支えられてきました。そんな母親の姿を見ながら親孝行したいという思いもあったそうです。それに加えて慕っている兄がボートレーサーになったことも、篠崎仁選手がボートレーサーになったきっかけの一つだそうです。養成所に入所した篠崎仁選手は、養成所でリーグ戦勝率 8.08、優出6回、優勝2回という圧倒的な実績を残します。また卒業記念競争でもインから逃げ切り、101期の養成所チャンプとしてデビューを決めました。帝海のレジェンドである植木道彦元選手が訓練に来た際に、篠崎仁だけ走りが違っていたと絶賛したほどの技術をすでに持っていたそうです。そうして2007年11月10日にボートレース福岡で篠崎仁選手はデビューを果たします。しかしデビュー戦ではやる気が空回りしたのか、転覆失格となってしまい、苦いデビュー戦となりました。その後2008年4月2日にボートレース大村で行われた西スポ杯大村桜祭り競争で初勝利を収め、ここから波に乗っていきます。2009年12月16日にはボートレース徳山で行われた携帯協定マクール杯 G3 メガバイト対象トライアルで初優出をマークし、3着に入る健闘を見せます。また2010年9月28日にはボートレース福岡で行われた G3 新鋭リーグ第16戦植木道彦フェニックスカップで優出10回目にして念願の初優勝を成し遂げました。その後も2013年6月に G1 初優出をマークして、ここでも3着に入る健闘を見せると、2013年9月にはボートレース桐生で行われた G1 共同通信社杯第28回新鋭王座決定戦で G1 初制覇も成し遂げます。その後も着実にトップレーサーとしての階段を上り、あっという間に注目される SG レーサーへ成長します。2020年5月31日には第47回笹川賞に委員会推薦で出場し、予選をトップ通過すると、準優勝戦優勝戦ともにインコースから逃げ切りを決め、 SG 初優勝を達成すると同時に4年ぶりに委員会推薦からの優勝の達成ともなりました。またこの優勝によって過去の松尾兄弟以来、史上2組目の兄弟での SG 制覇を達成し、ファンを沸かせました。
そんな篠崎仁志選手の通算成績は、通算出走数4221回、1着数1099回、通算勝率 6.83、 優出153回に53回の優勝と、トップレーサーの中でもかなり高い実績を残しています。ただこれだけの安定した成績を収めながらも、意外にも SG を制覇したのは笹川賞の1回だけとなっています。ただ年齢的にもまだまだ衰えは見せていないので、今後また SG を制覇する技術は十分に持っていると言えるでしょう。そんな篠崎仁志選手ですが、直近で出場予定だった大会で全県日に全県不合格となり話題を集めています。そもそも全県日とは何かについて説明します。ボートレースでは、全ての大会で競争を公正かつ円滑に行うための準備に充てられる前日検査、いわゆる全検というものが設けられています。ボートレーサーたちは開催前日から現地入りし、この全検日に様々な準備を行います。モーターやボートの抽選に加えて、与えられたボートでの試運転、必要に応じて整備を行うための時間も与えられます。具体的な流れとしては、ボートレース場に入り、受付を済ませた後、身体検査や私物検査が行われ、その後にモーターとボートの抽選、さらにその後に試運転や整備の時間という流れになっています。ちなみにこの全検については、1秒でも集合時間に遅れると遅刻とみなされ、参加資格を失ってしまうという厳しいルールも設けられています。総じてこの全検においては、選手たち本人の検査や準備に加えて、本番で安全にレースを行うための整備や練習といった準備期間という扱いになります。そんな全検において全県不合格となった場合、その大会への参加資格を失うことになります。篠崎仁志選手は今回この全県不合格と判定されました。全県不合格になる理由としては様々で、例えば競艇選手の登録表を忘れてしまった場合や、持ち込みが禁止されている携帯電話や種類などが見つかった場合、もしくは健康診断での発熱や血圧による不合格など、様々なものがあります。ちなみに最後の発熱や血圧などの身体的な理由であった場合は、選手責任外の全権不合格という扱いになり、レースに出場できないということ以外に処分はありません。全権不合格の内容によっては、その後一定期間の出場停止などの処分が下される場合もあります。今回篠崎仁志選手は2024年9月6日からボートレースで行われるG1 開設72周年記念ツッキー王座決定戦に出場予定で、前日となる9月5日に全県に参加していましたが、全県不合格となりました。その理由は公に発表されていませんが、重大な違反や事故などという情報も入ってきていません。 SNS 上では、遅刻したのか、登録票忘れですかね、一番これが多いみたいですなどと軽めの理由が予想されているほか、売上にも関わるのによっぽどか、事故事件かなどと深読みする声も聞かれています。ただいくら売上重視のボートレース界であっても、この全権日のルールというのは絶対であり、仮に1分の遅刻であっても全選手に対して同じように参加不可のルールが適用されているはずです。詳しい理由が発表されたり本人の口から聞けるかは分かりませんが、特に大きな事故や違反でないことを祈るばかりです。ちなみにこのシリーズを欠場となった篠崎仁志選手は、次に2024年9月15日からボートレース福岡で開催予定の日刊スポーツ杯に出場予定となっています。 G1 に出場できなくなったのは本人にとっても痛手でしょうが、今後のさらなる活躍に期待したいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。